プル？この声、誰だろう？お母さん？ププルさん？あ、もうちょっと。起きなさい、ププルさん。あれ？お母さん？違います。サフラン先生、なんだ夢か。ププルさん、今が何の時間か分かっていますか？卒業試験の途中です。思い出したようですね。その通り、大事な大事な卒業試験の途中です。この試験の結果にあなたの卒業がかかっているのですよ。真面目に試験を受けなさい。ごめんなさい、僕筆記試験苦手なんだよな。しかもいつもより激ムズだし。これ本当に中等部の卒業試験だよね？サフラン先生ってば、テスト用紙間違えちゃったりしてないよね？しょうがない、こんな時は最後の手段、えい！よし、2番ね。困った時の運頼み、僕には鉛筆のお導きがあるもんね。これで満点取っちゃったりして。しないよりはいいよね。わからなくても何か書きなさいって偉い人も言ってたような気がするし。先日行われた試験の結果を発表します。赤点じゃありませんように、赤点じゃありませんように、赤点じゃありませんように。ププルなら心配しなくても大丈夫だと思うわ。そうかな。言えない、全然わからなかったなんて言えない。あの試験で魔導の塔に行く卒業生代表を決めるんですって。今年は誰になるのかしら。あ、そうだったの？あれで卒業できるんじゃないの？説明していたわよ。もちろん卒業試験でもあるけど、1位の人は卒業生代表として魔導の塔に挑戦できるの。課題を成功したら大魔導士の称号を与えられるのよ。そっか、なるほど、難しかったわけだ。魔導の塔に挑む卒業生代表はププルさん、あなたです。100点満点、文句なしの合格です。よくやったわね。すごいわププル、頑張ってね。事前に説明した通り、あなたにはみんなの代表として魔導の塔へ挑んでもらいます。とても厳しい課題だから気をつけてね。はい。でもあの試験で満点を出したあなたには簡単すぎるかしら。それは全て鉛筆のお導き。とは言えない僕です。
導の塔の最上階にある魔導球を取ってきてもらいます。は？それだけなの？ププルさん、油断大敵ですよ。サフラン先生の言う通りよ。あなたのこと信じてるけど心配だわ。大丈夫大丈夫、人間やってできないことはないんだよ。ここのてっぺんまで行って魔導球を取ってくるだけだもん。簡単簡単。僕一夜漬けレポートでも今まで結構なんとかなってたし、今回も鉛筆の導きがあったしね。きっとなんとかなるって。鉛筆？あ、いえ、なんでもありません。元気いっぱい絶好調。困難に立ち向かう時こそ凛として勇気を奮い起こさなくちゃ。ですよね、サフラン先生。ええ、そうですね。そういう問題じゃないと思うんだけど、ププルは昔からなんというか、トラブルに巻き込まれやすいというか、わざわざ首を突っ込みたがるというか。僕がトラブルメーカーなんじゃないよ。勝手に寄ってくるトラブルの方が悪いんだからね。いつも厄介なことになっている気がするわ。え？そうかな。リーディカの考えすぎだと思うけど。そうならいいんだけど。でも心配してくれてありがとう。サクサクっと言ってくるから待っててね。うん、ププルなら大丈夫よね。頑張って。気を引き締めて。卒業生の代表であることを夢忘れないように。いってらっしゃい。はい、行ってきます。Thank you.
言えないよね。じゃあクークー言うから、クーちゃん。クーちゃん、どうしてこんなところにいたの？もしかして迷子とか？あ、そうだ。ねえクーちゃん、ここに魔導球があったはずなんだけど、知らないかな？クー、知ってるの？クー、クー、クー、もしかして君、魔導球食べちゃったの？クー、どうしよう。てっぺんまでは来れたけど、魔導球を持って帰らないと、やっぱり失格だよね。こう？しょうがない、君を連れて行ってサフラン先生に説明しよう。クーちゃん、僕と一緒に来てくれるかな？ククー、ありがとう。ん？何これ？あ、もしかしてこれカレーの本？やったー、いいもの拾っちゃった。僕カレー大好きなんだ。グー、よーし、早く塔を降りよう。先生とリーリカが待ってるんだ。グー、クー。リーリカ、サフラン先生。プペル、てっぺんまで行ってきました。よくやりましたね、ププルさん。ククプルさんの担任のサフランです。よろしくね。ビッ。早速ですが、ププルさん、試験の成果を見せてください。聞く。それが。ん？どうしたのですか？その、実は魔導球はなかったんです。どういうことか説明してもらえますか？クーちゃんが食べちゃったみたいなんです。この子が魔導の塔へ迷い込んじゃって、お腹が空いてつい食べちゃったみたいなんです。僕がてっぺんに着いた時にはもうクーちゃんのお腹の中で。はあ、ププルさん、課題をやり遂げられなかったのは非常に残念ですが、卒業は決定しているのですから、そんな言い訳をしなくても良いのですよ。え、違います、本当に。嘘はいけません。失敗したのなら正直に言いなさい。誰も咎めたりしませんよ。探したけどなかったんです。クーちゃんも食べたって言ってるし。あなたは卒業生代表なのですよ。そんな嘘をついて恥ずかしくないのですか？でも…クーちゃん?いた！ダメだよ！やめてクーちゃん！何をするのですか！嘘をつくばかりか。凶暴なペットをけしかけてくるなんて見損ないましたよ、ププルさん。サフラン先生、落ち着いてください。きっとクーちゃんは怯えてしまって。ププルさん、あなたに定額を申し渡します。え、そんな。それ
じゃあププルの卒業は？当然取り消しです。自分の行いを反省なさい。サフラン先生、停学、卒業取り消し。ププル大丈夫大丈夫、本当なんだけどな。あ、そうだ、魔導の塔の頂上へ行って魔導球がないことを証明できれば。今は無理じゃないかな、すっごく怒ってたし。か、僕がいじめられてると思って助けてくれたんだよね、ありがとう。でも人に噛みついちゃダメだよ、僕との約束ね。か、ごめんね、力になれなくて。ううん、信じてくれてありがとう。きっとそのうち誤解も解けるって。ほら、暗くなる前に帰ろ帰ろ。これからどうしよう。なんだあの娘は。モネカ、クロシ、まさかこれは恋、いやあの娘を。この胸のときめき、これが運命の恋か、これが運命の恋なのか。世のハートをわしづかみにするとは、なんという罪深い娘だ。行ってしまう、待ってくれ世の運命の君。だがこの胸の高鳴りが邪魔をする、静まるのだ世のノーブルハート。いいだろう、今は見逃してやろう。だが待っているがいい、必ずそなたを。